辻監督、今回の新しい新型クラウンなんですが、はい、グリルが大きくなりまして、はいはい、全体的に低いイメージでワイドになっております。昔はなんか王冠のような感じですね、はい、そうです。迫力あるデザインから、うん、スポーティーを意識したデザインに変わっております、はい、で外観のデザインとかフロントマスクいかがでしょうか。いやかっこいいですね。今年なんかアスリートとかないんですよね。そういう設定がなくって、はい、1種類しかないっていうことで、よくご存知でいらっしゃいます、はい、ではもう本当に、ね、雑誌とか見させてもらって、はい、あかっこいいなと思って見てたんですけど、ありがとうございます、はい、実際見ると本当にかっこいいなと。ありがとうございます、はい、続きまして後ろのトランクのリアのスタイリングはいかがでしょうか。はい、あかっこいいですね。いいですね。はい、かっこいいね、この感じもいいですね、はい、このデザインがすごいかっこいいです。ありがとうございます。視認性もよくですね、はい、夜でもくっきりクラウンと分かる印象になっています。はい、よろしくお願いします。こちら U ターンしていただきながら、はい、外に、うわすごいね、ここって軽いですね、ハンドル。小回りもこの大きさにするとかなり切れるようになります、はい、ね、そうですね。メーターのところのなんか特徴ですね。そうなんです、もうガラスを前を見てれば自然とそのメーターが映るようになってます。先導で時間いただきましてありがとうございます。いや、ありがとうございます。はい、楽しみにしてました。ありがとうございます。メーターの方がですね、はい、浮き出て見えるようなデザインのメーターになっておりまして、ね、真ん中が液晶のディスプレイになってます。うん、で、そこに情報が、たくさんの情報が出てきます。シートのポジションとかはいかがですか。大丈夫ですか。はい、はい、今回ですねクラウンの方はかなりスポーティーに力を入れておりまして、シートの質感ですとか、はい、包み込むような座り心地、うん、そうですね、監督いかがでしょうか、うん、すごいいいですね。昔自分もクラウン乗ってたことあるんで。あ、そうですか、はい、どのくらいの時にお乗りになられたんですか。もう8年ぐらい前ですかね。ロイヤルサルーン、ロイヤルサルーン、はい、あれを一回乗ってたんで。あ、そうですか、はい、今回はその先ほど監督おっしゃられたように、はい、ロイヤルサルーンとアスリート、アスリート、あとマジスタが、マジスタなくなりますね、はい、全て、はい、統一されまして、はい、クラウンになっております。かっこいいですね。そうなんです、流れるような、はい、こちらのバイパスを左の方によろしくお願いします、はいはい、ブレーキのフィーリングとかはいかがですか、はい、あ全然いいと思います。すごい、はい、見やすいです。ありがとうございます。これもこっちタイプなんですね。アクセルが、あ、そう、はい、そうです、はいはい、上から吊り下げるタイプではなく、画面がですね、はい、ダブルディスプレイになっておりまして、はいはい、こちらの画面が8インチのモニターディスプレイになります、はい、窓ガラス通常運転しておりまして、まあ、視線移動がこちらになりますとどうしても目線が下に下がりますよね。下がります、はい、その下がる安全予防も含めまして視線の移動が少ないこの上部のタイプにセットしてあります。2画面ある中でですね下の画面の方はディスプレイを操作するためのスイッチ操作パネルに。そうなんですね。こっちではしないってことですね。そうなんです。でやるんですね。はい。あ、アクセルそんな踏んでないですけど、すぐできますね。ありがとうございます。ハイブリッドですのでね。はい、静かに、スムーズに。
感じが。車の運転は好きですか？好きですね。速度降りましたら、はい、次の信号を右に右折していただきます、はい。ですね、クラウンの方はですね、あのコネクティッドカーっていうことと、はい、安全装備がついてまして、はい、自動で運転できる社会になってくるための、はい、まあ、あのパイオニアとしてですね、はい、クルーズコントロールっていうのをセットしていただくと、はい、通常は前の車があると追いついてしまうんですが、はい、あの前の車が止まればこちらの車も止まるようになります。ですからハンドルに手を添えていただいて、足はですねブレーキのところに置いておいていただければ、はい、いざという時はブレーキを踏んでいただくんですけども、解除になるってことですか？そうです。 あとはですね、はい、こういう白線、真ん中のセンターラインとか、はい、白線をこのカメラが認識します、はいはい、で今まではですね白線を越えたりすると、うん、あのそのレーンを外したということでピピピピって反応するんですが、はいはい、今回 あのクラウンはですねその白線と白線の間をトレースするように真ん中を走るように自動で操作 あの支援をしてくれる機能がついております。曲がるカーブの時もですね、はい、通常はこの白線をあの越そうとすると戻るような操作だったんですが、はい、白線と白線の間をこう綺麗にカーブをするように、はい、あの動くようになってます。こちらを右折をお願いいたします、はい。佐野の方はあのよく行かれるっていうのは、はい、ラーメンとか。そうですね、ラーメンも大好きですし、アウトレットとかでよく、はい、お散歩、はい、あ、そうですか、行きます。趣味とかは何か？趣味はサウナですね。あ、サウナ、はい、サウナが好きなので。これがパーキングですね。はい、パーキングになっております。ホールドっていうのを押していただきますと、はい、サイドブレーキがかかりまして、アクセルを踏むと自動的に解除になります。こちらに今時計があると思うんですが、はい、時計 あの左隣に40っていう速度表示があるんですが、はい、ちょうどこの道路がですね40キロ道路になっております。ここも出てますね。はい、ヘッドアップディスプレイも出ておりまして、40を超えるとあのそのマークが赤く点灯しまして速度を超えてますよっていう案内もしてくれます。野球選手の方って道具を大切にされるじゃないですか、はい、常にこう自分 あの手元に置いて、はい、小さい頃は寝るときにグローブずっと置いていたりとか、うん、はい、やっぱりそういう思い出って強いものだと思うんですけども、はい、車に対してもやっぱりそういうのを考えてますか？そうですね、モチベーションですよね。やっぱり自分の少し身の丈によりか少し超えたところの車を買って、はい、やっぱり頑張ろうと。そうですか、はい、まあ、そういうのを目指してやってましたんで、はい、あの給料上がるにつれて少し車をよく乗れるようにました。年齢に、はい、沿ってあの車のタイプもやっぱり変わってくるもんですか？あ、変わりますね。趣味もやっぱり変わりますし、その時の流行りもありますんで。なるほど。監督として、はい、あのこのチームプレーとして気をつけてることって何ですか？はい、やっぱりまとめなきゃいけないじゃないですか、はい、やっぱり相手を思いやることですかね。やっぱりそしてやっぱり人に認めてもらうためには準備をしっかりするってことが一番ですかね。なるほど。もう言ってることはもう準備をしなさいしか言わないんで。準備というのはいろんな意味があると思うんですけど、はい、もう何に対してもやはり事前に。そうです、はい、まあ、社会に出た時に一番通用するのは準備だと思うんで、会議あるのに何も準備しなくて、ね、メモを持っていかずに
行く人はいないと思うんで、はいはい、そういうところを今のうちに野球というスポーツを通じてそういうところを学んでほしいなって思いが一番あります。ああ勉強になります。いえいえ、ありがとうございます。いえいえ、後ろでいいですか。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、大丈夫です。はい